こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマシュルプについてお話します。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。韓国ドラマシュルプはどんなドラマ？あらすじ、キャスト、見どころは？シュルプは500年前の朝鮮王朝時代を舞台にしたドラマで、王子たちの教育と成長、王妃や皇宮たちの熾烈な争いを書いています。主演は女優のキム・ヘスさんで、王妃ムファリョン役を演じています。彼女は5人の息子たちを立派に育て上げるために奮闘する姿が書かれています。キャストにはキム・ヘスさんの他にも、キム・ヘスクさんがテビ役、チェ・ウォニョンさんが国王位補役を務めています。またペイニョクさんがセジャ役、ムン・サンミンさんがソンナム王位君役、チャニ・ SF9 さんがウィソン君役として出演しており、個性豊かな俳優陣が集結しています。見どころとしては、当時の王室教育がリアルに書かれており、コミカルさとシリアスさのバランスが絶妙です。ネットフリックス日本では放送されるや否や TOP10 内をキープし、韓国内でも高い視聴率を記録しています。ドラマのタイトルシュルプは、古き朝鮮王朝時代の古語で傘を意味しており、王室の子供たちを守る母親たちの姿を象徴しています。このドラマは歴史的背景と現代的なテーマが融合した新しいタイプの時代劇であり、教育ママたちの熾烈な争いや王位継承者をめぐる陰謀など、多くのドラマチックな要素が含まれています。キャストの演技力と物語の深みが視聴者を引き込む魅力となっています。ぜひご覧になってみてください。韓国ドラマシュルプの時代背景は、このドラマは架空の物語で朝鮮王朝時代を背景にしていますが、実際の歴史的事実とは異なるフィクションのドラマです。このドラマは李氏朝鮮の時代をベースにしているものの、登場する王様やその他のキャラクターは架空の人物であり、実在の人物や出来事に基づいているわけではありません。ドラマの中で描かれる教育戦争や王位継承争いなどは、現代の視聴者が共感できるテーマを取り入れつつ、刺激の形式を借りて表現されています。特に子どもの教育に関する親の奮闘や王室内の策略といった要素は、現代社会の問題を反映しているとも言えます。またドラマのタイトルであるシュルプは、古代朝鮮語で傘を意味し、子どもたちを守る母親の姿を象徴しています。このようにドラマは歴史的な背景を利用しながらも、現代的な感覚で物語が展開されているのが特徴です。韓国ドラマシュルプ、このドラマに原作はある？シュルプは2022年10月15日から12月4日まで TBN で放送された大韓民国のテレビドラマで、邦題のシュルプは古代朝鮮語の言葉で傘を意味します。このドラマは原作があるかどうかについての明確な情報は見つかりませんでしたが、一般的にはオリジナル脚本に基づいていると考えられます。ドラマは王妃ムファリョンが問題児である王子を未来の国王として育成しようと奮闘する物語で、優秀な長男のセジャが突然病に倒れるという展開があります。日本ではネットフリックスで配信されています。韓国ドラマシュルプ、このタイトルに込められた意味は？ドラマシュルプのタイトルには実際に深い意味が込められています。シュルプという言葉は韓国語で傘を意味し、英題はアンダースクイーンズ・アンブレラとなっています。このタイトルは王妃ムファリョンが王子たちを守る母親としての役割を象徴しており、どんな時代でも母と子の関係を表しているとされています。特に第3話では、王妃が大事な息子が冷たい雨に濡れないように傘を差し出すシーンがあり、母が自分が濡れることを厭わずに息子を守る姿が書かれています。これは母が身を削ってでも息子たちを守るという意味が傘に込められていると考えられます。またこのドラマは実在する人物や実話に基づいているわけではなく、フィクションで仮想の時代設定で作られている作品ですが、
歴史上の出来事や人物からヒントを得ている可能性があります。例えば朝鮮王朝17代李保がモデルとなっているかもしれませんし、王妃としての強い性格や教育に対する姿勢など歴史上の王妃たちの特徴が反映されていると言われています。このようにシュルプのタイトルはドラマのテーマや登場人物の性格、物語の背景に深く関連していることがわかります。韓国ドラマシュルプ、実在する人物。シュルプは韓国のテレビドラマで朝鮮王朝時代を舞台にしています。主演はキム・ヘスで、問題児の王子たちのために王室の教育戦争に奮闘するウォーヒーム・ファリョンを演じました。このドラマは実在した人物をモデルにしているわけではなく、フィクションで仮想の時代設定で作られています。しかし現代の母親たちが子どもの教育に必死になる姿勢や教育に対する熱意、そして子どもを守るために奮闘する母親の姿は現代の教育戦争と重なる部分があります。シュルプのタイトルは古代朝鮮語で傘を意味します。ウォーヒーム・ファリョンが自分が濡れてもいいから子供を守りたいという母親の気持ちを象徴しています。具体的な歴史的背景や実在した人物との関連はないものの、このドラマは現代の母親たちに共感を呼ぶテーマを書いており、視聴者にとって感動的なストーリーとなっています。韓国ドラマシュルプ、キム・ヘスの演技の魅力は。ドラマシュルプでのキム・ヘスさんの役どころは、ウォーヒーム・ファリョンとして問題児の王子たちを未来の国王として育てるために奮闘する母親の姿を演じています。彼女の演技はカリスマ性と母性愛を見事に表現しており、視聴者から高い評価を受けています。キム・ヘスさんの演技の魅力は彼女が持つ強い存在感と感情の細やかな表現にあります。特に眉毛を自由自在に操りながら、ファリョン特有のカリスマ性を表現する演技が視聴者を魅了しています。撮影エピソードとしては、キム・ヘスさんが演じる王妃のファリョンは穏やかで気品あふれる従来の王妃とは異なる雰囲気のキャラクターで、対立する手引きキム・ヘスクに言いたいことは言う堂々とした姿や、トラブルメーカーの子供たちの前では気をもむ母親としての姿など、さまざまな魅力を見せています。韓国ドラマシュルプ、ムン・サンミンの演技の魅力は。ムン・サンミンさんは韓国の新進俳優でモデル出身です。彼は特にドラマ「マイ・ネーム偽りと復讐」2021年やシュルプ2022年での演技が注目され人気を集めています。彼のプロフィールによると、2000年4月14日生まれで、身長は190センチメートルという長身です。最近の出演作には2023年の放課後戦争活動や2024年のウェディングインポッシブルがあります。シュルプでは問題児の次男ソンナム、テグンを演じ、その成長する姿が視聴者の心をつかみました。彼の演技力やビジュアル、そして彼が持つ独特の魅力が今後の活躍を期待させるものです。韓国ドラマシュルプロケ地は。韓国ドラマシュルプのロケ地には以下の場所が主な撮影地として使用されました。チャンドックンソウル、ムンギョンセジェオープンセット場、キョンサンブクド、チョンジュハノンマウル、チョンジュ、チョンジュヒャンギョ、チョンジュパークヨンインテジャングムパーク、キョンギド。これらの場所は他の作品の撮影にも使われており、特にヨンインテジャングムパークは一般公開されているため観光客にも人気のスポットです。韓国ドラマシュルプの音楽は。シュルプの音楽には感動的な主題歌や挿入歌が含まれており、ドラマの雰囲気を盛り上げる重要な役割を果たしています。以下はドラマで特に注目されている OST の一部です。チャイルド歌手エレーンが歌うこの曲は、母から子への愛が込められた歌詞が特徴です。ドラマの中でこの曲が初めて流れるのは第3話のラストで、感動的なシーンを彩っています。 By Your Side、 アイディアルスが歌うこの曲は、タイトルが示すようにあなたのそばにという意味を持ち、ドラマの中で愛情深いシーンをさらに際立たせています。これらの曲はドラマの感情的な瞬間を強調し、視聴者に深い印象を与えるために作られました。
OST はドラマのストーリーテリングにおいて非常に重要な要素であり、シュルプの OST も例外ではありません。視聴者からの評判も良く、ドラマの成功に貢献しています。韓国ドラマシュルプの衣装は、シュルプの衣装については以下のような特徴があります。多様な色彩劇中で登場するキャラクターたちは多様な色の服装を着こなしており、それぞれのキャラクターの性格や立場を色彩で表現しています。例えば、パステルカラーの衣装は少年っぽさや初々しさを、濃い色の衣装はクールで自由奔放な存在感を表しています。伝統的なデザイン時代背景に合わせて、伝統的な朝鮮時代の衣装が忠実に再現されています。王族や貴族の衣装は、細部にわたる装飾や刺繍が施され、豪華で繊細な作りになっていることが特徴です。キャラクターの成長、特定のキャラクターの成長や変化を衣装で表現している場面もあります。例えば、ソンナムテグガセジャに選ばれた際には、四詰め流が書かれた紺色の軍紺リョンポを着用し、その変化が視覚的にも強調されています。これらの衣装はドラマの視覚的な魅力を高めるとともに物語の理解を深める重要な要素となっています。また衣装のディテールにもこだわりが感じられ、ドラマの世界観をよりリアルに感じさせてくれます。韓国ドラマシュルプの印象的なシーンは、シュルプには多くの印象的なシーンがありますが、特に記憶に残るシーンをいくつかご紹介しますね。1. 王妃とテビの対立、王妃キムヘスとテビの間の緊張感あふれるシーンはドラマの中でも特に力強いものでした。2人の睨み合いやバトルのようなやり取りは視聴者を引き込む迫力があります。 2. 親子の絆、王妃が息子たちを守るシュルプとして書かれている一方で、最終的には子供たちが成長し母を守るようになるシーンは感動的です。この逆転の描写は親子愛の深さを象徴しています。 3. セジャとセジャビンの純愛。セジャとその妻であるセジャビンの初々しいラブストーリーはドラマの中で一筋の光となっています。2人の関係の展開は他のどのストーリーよりも心待ちにされるものでした。これらのシーンはシュルプがただの時代劇ではなく、人間関係の複雑さや感情の深さを描いた作品であることを示しています。親子愛、兄弟愛、そして純愛が絡み合う物語は多くの視聴者に感動を与えました。韓国ドラマシュルプの印象的なセリフは、韓国ドラマシュルプの印象に残るセリフをいくつかご紹介します。このドラマは王位継承権をめぐる権力争いと母と子の愛を描いた物語で、多くの感動的なセリフがあります。以下はその中のいくつかです。 1. 王妃ムファリョンのセリフ。私たちの息子たちは私たちの未来です。彼らを守るためならどんな犠牲も厭わない。王座はただの椅子ではありません。それは国を背負う重責です。 2. テビのセリフ。権力とは手に入れたものだけがその重さを知るもの。王の母として、私はただ息子が正しい道を歩むことを願うだけです。 3. セジャのセリフ。父上、私は王になる資格があります。私を信じてください。母上、あなたの教えが私の道しるべです。これらのセリフは登場人物たちの心情を深く表しており、ドラマの重要なテーマである家族の絆と責任感を象徴しています。さらにドラマの中でこれらのセリフは緊張感あふれるシーンや感動的な瞬間に登場し、視聴者に強い印象を与えました。韓国ドラマシュルプは全何話？第1話のあらすじは、韓国ドラマシュルプは全16話でネットフリックスで配信されています。このドラマは王位継承権をめぐって皇宮と王子たちが権力争いに明け暮れる物語です。主人公の王妃ムファリョンは長男で勉学に秀でるセジャ王の世継ぎと問題行動が目立つ息子テグンたちのため、未来の王を育て上げるために奮闘します。彼女の前には王の座をめぐって野心を燃やすライバルたち、そして王の母である王テビが立ちはだかります。第1話のあらすじは以下の通りです。
王位継承者争い勃発。イムファリョン王妃は短剣を持って部屋へ乗り込み、女と寝ていた三男ムーアンテ軍を連れて帰ります。ファリョンは四男のイリョンを叩き起こし、一緒に走って修学王子たちの学校へ向かいます。今日は王とテビが修学にやってくる日で、母親たち皇宮は自分の息子王子たちに付き添ってやってきます。しかしセジャはファリョンの前で突然倒れてしまいます。彼はヒョロゴルという血が足りなくなる病にかかっているようです。ファリョンはセジャの病気を隠そうとしますが、テビはセジャの死後にファリョンのバカ息子たちに王位を継承させることに気がとがめると言います。テビは王子たちの中からペドンセジャの学友を選ばせようと王に提案します。皇宮たちは自分の息子をペドンにしようと贈り物を持ってテビの屋敷へ向かいます。このドラマは教育ママ的な皇宮の女性たちが息子の将来を考えてドロドロの駆け引きをするのが見どころであり、母と子の愛がメインテーマとなっています。韓国ドラマシュルプは全何話？最終話のあらすじは？ドラマシュルプの最終話では王位継承権をめぐる皇宮と王子たちの権力争いがクライマックスに達します。最終話では逆謀の事実が明らかになり、帝臣たちはウィソン君とユン氏を極刑に処することを求めます。しかしファリョン王妃はウィソン君を救うために動きます。王はテビからの圧力にも屈せず正義を貫こうとします。そしてテインセジャの死因が毒殺であったことが公にされ、王は歴史を正す決断を下します。このドラマは母と子の愛がメインテーマであり、教育ママ的な高級の女性たちが息子の将来を考えて繰り広げるドロドロの駆け引きが見どころです。キムヘスとキムヘスクがそれぞれ王妃とテビを演じ、その演技力と迫力が評価されています。ぜひお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。